はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、アテムです。さあ、本日なんですが、キマイラデッキ、持ってきました。あの診断で強化されたデッキですね。これ一回動画にはしたんですけども、これね、まあちょっとキマイラデッキ、まあ結構好きなタイプのデッキというか、まあ原作リメイクのデッキなので、まあ好きなデッキなのでちょっと回して、見てるんですけども、いろいろと試しながら、問題点が、まあ、いくつかあると思ってて、まあ、主には2つですね。まず、初動が薄い、まあ、事故りやすいってことですね。まあ、こことここが初動になってるんですけども、基本的にはやっぱ融合テーマなんで、融合スタイルと融合がないといけないんですよね。まあ、で、このモンスターを特殊召喚することによって一応そこを全部賄うことができるっていうことになってるんですけども、まあ、これやっぱ6枚しかないんで、まあ、事故りやすい。はい。で、それから、うららがきつい。初動があっても、ここにうららとかここにうらら打たれると、なんかその融合できんくてなんも起きないとかがいう手札がなんか起きるんですよ。なんかそれがね、ちょっとやっぱきつくて、で、まあそれを解決するべく、まずうららへの回答として、サイフレームギアガンマを採用しました。これはミラソドライトとかコアトルを起動した時って、まあ結構その、盤面にモンスターがいない状態なので、まあ、ガンマは結構打てるかなっていうのでガンマ採用したのと、あとガンマは環境的にタービランスにバチコリと打てるんで、まあ、結構強いっていうのと、あとですね、楽園です。今回入れてるのは。楽園融合と、まあ、あとは楽園開幕ですね。これ入れてまして、これなんでかっていうと、裏が打ってくれるでしょ。絶対。これ1枚しかないからさ、これとこれ1枚しかないのがマジできついんだけど、これ1枚だけど、一応、ここはまあ2枚みたいなもんなんで、だからここにうらら打たせて、で、ここ通していくっていう、イメージで組んでますね。これ3枚とか使えたらめちゃくちゃ強かったと思うんですけど、まあ一応これ入れて、まあちょっとうららへの受けを良くしてるのと、うらら打たせるっていう意味合いで入れてますね。はい。で、増時そこまで重くないテーマなんですよね。まあ言うて、現状キマイラとかの、特殊召喚とか、この幻獣、魔王バホメットとかの特殊召喚があるんで、まあ一応2、3枚はドローさせちゃうことあるんですけど、まあここで1枚はハンデスかませられますし、まあここで止まるってこともできるし、相手のターンでガーディアンキマイラ出すこともできるんでね、なんで普通にまあストップする、G をストップするっていうこともできますので、まあ一応 G 受けそんなに悪くないなと思って、まあちょっとうららは、まあ一応枠1枚、1枚余ったんで、まあ入れてるんですけど、まああの、あんま入れるカードが思い浮かばなかったんで、まあこれ正直なくてももはやいいレベルで、なんか割と自由気はいいですね。はい。まあ、楽融合を入れてるとちょっと自由気悪くなることがあるんで、まあ一応、枠余ってたら入れたいぐらいの感じになってます。はい。で、まあ後手まくりはもうちょっと誘発がすげえ少ないんで、こんなんしかないんで、なんで超融合をがっつり入れて、まあ超融合で頑張りたいというところですね。はい。早速、楽園入りの決まるデッキ、分回していきましょう。リベル、スタンバイ。楽園融合来た。これ3枚使える時代は、に使いたかったですね、このデッキは。マジ楽園融合ないとさ、貫通できないのよな。あと、うらら打たせられない。うららマジで重いテーマなんで、まあ、楽園融合から入るべきだな、これな。まあ、とりあえず、ここに、うらら打ってもらってから始めたいみたいなとこあるから。これ、あ、そうなんだよ、これ。これ、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 これなの。マジで、ほんと、こっからなの、マジで。ここなのよ。まあ、とにかくね、うららを打たせるギミックは何かしらね、ないとね、やっぱ、これでミラーソードは通るでしょ。オッケーオッケー。まあ、G は飛んでこない。オッケー。で、体力のバフォメットなんだよな。いや、まあ、言うてね、ちょっとね、あれ、楽園融合を、打てるカードが、まあ、開幕と、楽園融合の素引きの2枚しかないっていうのが、まあまあ割ってんだけど、まあ、まあまあ割ってんだけど、まあそうは言ってもやっぱりこれができるのが熱いよな。で、バフォメットは後でいいか。ちょっと待って、融合を持ってるんでいいから、エッジミシェンでいいね。これで2体で融合する。これ楽融合打ったことによってうらら打ってもらってるから、キマイラの動きが通ってるからね、今現在。マジでこれやんないと本当にね、あれなのよ、うららで止まるのよ。まあミラーソードないと、あ、うららでーすっておしまいなのよ、このデッキ。本当に。まあ、ちょっとね、OCG の方だとちょっとまた別で、ちょっと幻想魔族強化がいっぱいあるので、また違うんだけど、マスターデュエル今幻想魔族これしかないから、現状ね。だからね、やっぱね、ちょっとね、事故るの。使ってる思ったらめっちゃ事故る、このデッキ。
融合できないっていう反応がめちゃくちゃ多いし、あとウララが貫通できない。それが問題だね。まあ多分これガゼルっていうかキマイラ使ってる人だったらと分かってくれると思うんだけど、マジでね、やっぱ事故んのよね。融合できない反応結構来るでしょ。誘発貫通できない パターンもあるし、まあ誘発っていうかまあウララだよね。あの主にはウララとあとガンマ。最近やっぱあのレスキューエースが流行ってる前あのので、ターピュランスを絶対止めれるガンマっていう最強カードが割と流行り出してるところがありまして、まあ、ガンマとウララマジきついからね。まあ、やっぱ楽園融合で相手のウララガンマ打ってもらえるのは熱いですね。とりあえず体力のバフォメットちゃんを融合素材にして、幻獣魔王、幻想魔王か、幻獣魔王か、幻獣魔王バフォメットの効果を起動。さらに、バフォメットの効果によってフィールド上の、ミラーソードナイトヒトとか墓地か、墓地のフィ、ミラーソードナイトを蘇らせておきまして、で結界像墓地の送っておくと OK。 でこれでセットエンドですね。 OK、まあ、やりたいことはできた。かなりこれ理想的なウララの踏み方なんじゃない。でハンデス食らうと、あーポブルスか。いやあんま意味なかったな、これ。このハンデス一番意味ねえハンデスぶち込んだな。はいはい、ハンデス界の中では一番弱いですこれ、まあ、ティアラメンツシェイレーンとかこれよりか。さあ1枚カードをドローしたのでミラーソードナイトの効果を起動。ミラーソードナイトによって墓穴が打ち込まれますか。さあどうしますか。相手お相手し何もない。 OK。 幻想の王ガゼルを特殊感、ガゼルの特殊感成功事項か、キマラフュージョン1枚を手札に加えることができる。よいしょ。で一応あとはフリーチェーンで結界像出せるんですけども、いやだ超融合もできますね。これなかなか強力な盤面なんじゃない。超融合なんか後手札ではあるけど、まあ、先行札でもあるからな、これな。ちなみに結界像なんか焦って出そうとするとしてるんですけど、なんかの効果にチェーンしらした方が基本的に強いんで、あディアベルスターうっとしいな。ディアベルスターの効果はまあしょうがないね。ディアベルスターが闇属性なんでね。あーちょっとやべ、めっちゃ、子供が、部屋に入ってきてしまいまして、なんかわかんないけどレスキューエースハイドランとか出てきてしまいました。あれあれあれ、俺レスキューエースハイドランってことは出したんだこれ。やばい、ちょっと待ってくださいねちょっと待ってくださいね。ポプルスの効果を起動するのもいいか。自分の仕事部屋の鍵はしっかりと閉めておきましょうみたいな話ありますね、これね。ちょっと待って、レスキュースハイドラント君爆破しましょう、一応。念のため爆破して結界像しといたら多分もう何もできないでしょう、相手。どうすかな。こうして、で、こうして、ういーってやって、で、ういーってやって、2枚ドローします、エッジインプチェーンでサーチ入れます、ガゼルでサーチ入れます、で、バフォメットで特殊召喚します、ミラーソードナイト、これ2枚あるんでしたっけ？ないのか。ダメだな。これ一応まあ戦闘破壊耐性があるコアトルちゃんを出しておきましょう。でこうしまして、で手札に加えるのがコアトルにしておいて、そしてエッジンプチェーンでデストイパッチワーク持ってきて、ガーディアンキマイラでカード1枚ドローしながら、モンスターを消して、で、闇属性しか特殊召喚できないようにしておけばいいので、ここで有力ゲージ決まるの効果発動。さあ除外することによって自分の墓地から結界像を特殊召喚し、相手のタービランスおよびプリベンターが特殊召喚ができないようにしておく。最強。なんか考えてるの相手。なんだ何これ手札なんだろうな。
や、まあ、でも超融合あるか大丈夫か、超融合あるか大丈夫だ、多分超融合あるんで、スタピリアは出せるんで、まあ万が一タービランスとか着地したらスタピリアで見込みするわ。タービランス出てくれ。これ手札何、手札からリリースされる、これもしかして。あ、じゃあ大丈夫だった。あぶね、なんか普通にリリースされたわ、単純にタービランスが。ってことは相手手札、これ多分レスキューエースカードじゃないよな。あ、ヘッドクォーター、なるほど、ヘッドクォーター、なるほど、ヘッドクォーター、なるほど。あー、ワンチャン掴みに行くってこれ。あー、それはいいや。あ、オッケーオッケーオッケー、全然オッケー。あぶねー。まあでもこれタービランス出てきても一応あれですけどね、超融合でスタプレア出し、スタプレアで、タービランス無効できますけど、はい、オッケー。あぶねー。あー、まあまあまあ、超融合は熱いな、非常に非常に熱い。これマジでさ、なんかこれコアトルとか来てない、コア実質さ、なんか一枚書道がまあ一応コアトルとミラーソードナイトなんですけど、まあ2枚しかないんですよね、2種類しかないんですよね、2枚というか2種類しかない、まあ、要は6枚しかないからやっぱ事故るんだよね、どうしても。まあ一応大役のバフォメットが召喚できればOK なんだけど、あいつレベル5じゃないですか、だから召喚普通にはできないんで、なとなってくるとやっぱその下敷きになれるね、特殊召喚できるモンスターと一緒にセットで、例えばなんか最近だとスピードロイドとかが入ってたりするんだけど、スピードロイドとかマクシャトリだとか、ああいう系の下敷きになるモンスターと一緒に引いてると一応バフメットも初動にはなるんだけど、基本的にはコアトルとミラーソートナイトがないとやっぱキマイラのムーブできないんで、まあ、そうなった時にその要は事故率がやっぱだいぶきついんだよね。え？これどこでもなんか意味ねえな、うらら、あんまりなんかあんま体勢に影響ないみたいな展開になる、これもしかして。いや、これ体勢に影響ねえ問題だな、これあまりにも。特殊召喚から、まあでも今さすがに今のチェーンで多分うららはバレたんだけど、これどうすっかなこれ。あ、でもそこで使ってくれるんだ。まあここ一応うらら打てるな、うららは打てる、うらら打てます。まあただ多くあるからあんま関係ないね結局分裂されるもんな、これ。あー、うらら1枚で止まってほしかったんですけどね。まあ止まるわけないといったところですね。あ、フランベルジュ出てきました、はい、すいませんでした。でフランベルジュ君の効果が起動されまして分裂します。はあ、超融合を聞く盤面でエンドしてくれると嬉しい。ヒートからのヒートソウル行く感じかな、これ多分。でマスカレーな素材になっているヒートソウル、はいはい、でトガ姫墓地にいる、なるほど。でヒートソウルで1枚ドローする。でまあこれフランベルジュ盤面に残さないんだ、なるほどね。まあでも理由で誘発強いからな、あのデッキ。あー、まあそれ普通にうざいな。うららもう打ちどころ、あ、でも増字あるかもしれないから、まあ一応残しとくか。はい、でスタンバイフェーズ、メインフェーズ、俺の、ターン。まあとりあえずデストイパッチワーク発動。いや、これでもうらら、コアトルにうららって言われたらまあまあ終わりだな。コアトルにもミラーソードにもまあまあ終わりな反応してんな、これ。融合とデストイ、あ、エッジチェーンを持ってこれる。で、コーンフィールドコアトルの効果を起動。さあ、コーンフィールドコアトルの効果によって、ミラーソードナイツを手札に加えていかざるを得ない。うららだけ本当にやめてほしいな。召喚、あ、これガセルの方がよかったか。ジャガンシンで、あ、そっか、はい、リリース。いや、これガセルだったな、間違えた、これグラウンドだったよ。あっぶねー、あぶねー、あぶねーこれガゼルでしたね、これ。普通にミスったわ、これ。絶対ガゼルだわ今の。ガゼルとあれだな、エッジブチェーンで融合してだったわ、ごめんごめん
見せた見せた見せた。あー、まあでもいや、いいですよ。トガ姫はいいです。トガ姫はオッケー。で、トガ姫で、爆発させられて、まあ出てきて、バホメットで一応ガゼルと、キマイラフュージョン持ってこれる。これマスカレーナ、これさ、トガ姫いると多分これあれだよね、あのなんかあんま大したモンスター出せないよね。なんかアンブロエルとかだけなんじゃないのこれ出てくるので、キマイラフュージョンからの幻獣王キマイラを爆誕させていく上。はい、で効果チェーン1チェーン2チェーン3。さあどうしますか。うわー、マジか、ウサギ、ウサギ、これあれだよ、裏だとかないんだからもうあれか、これチェーン的にキマイラ後の方がいいのか。うわー、普通にこれやばい、なんかプレイングゴミすぎたわ。ちょっと待って、いや打つわ打つわ打つわ、打とう、打って、手札1枚捨てて、どれだ、こうしてでですね、これしかねえな。こうしてスタペリアでウサギ対象なし、キマイラのハンデスでガゼル効果ミラーソード持ってくる、でチンプチェーンでデストイパッチワーク、で回収、これ何持ってきたらいいかな。もうキマイラ行くしかないよな、これ。このハンドだったら多分勝ってないから、キマイラ行くしかなくて、いやちょっとマジでなんか神のカード引け、神カード引け、ガーディアンキマイラ発動頼む、なんか起きろなんか起きろ。あ、参戦、これこれ神ゲー起きた、もしかして、あれこれ神ゲー起きたんじゃない、バトルフェイズやったなんかクソほどプレミしたけど、なんか神ゲー起きて勝った。あー、まあ融合回数は稼げそうだな、一応手数は出るけどな、相手の盤面によるな。魔法カード無効とかされたらもう多分普通に終わり。コーンフィールドクワトルだと、ミラーだ。いや超融合引きてえな、それマジで超融合ゲーミング発動することになるぞ俺。いや強いね、融合バフォメットキマイラ、なるほどね、幻獣魔王バフォメッツ飛んできて、で効果発動されます、体力のバフォメットちゃんの効果も発動されます、ミラーソードナイト特殊召喚されます、きついですね普通に。はい、幻獣魔王バフォメット効果、神殿を守るものだと、貴様クソデッキだな貴様それクソデッキじゃねえか、なに、ああミラーソードナイトか、まあでもそんなに大切に影響ない今のところは。いやそのねえ、いやほんと神殿を守るものを送ってくるキマイラデッキにまともなデッキなんて存在しないんですけど、ちょっと本当にちょっとマジでやめてください。トラップトリックやばい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 ってやばいって、それやばいってやばいって、トラップトリックやばいって、何セットすんの、無限法よ、ミラーソードナイトはいいよ、ミラーソードナイトはいい、ちょうど無限法よぐらいにしていただけませんか、セットするカード。かく乱作戦からの、かく乱作戦からの
体力のバフォメット何が起こるか分かっちゃうよね。やばいよね。これはね、これはね、本当に世界が終わる瞬間っていうやつをね、皆さんにね、お見舞いして、まあご覧いただくことになるかと思います。かく乱作戦ちょっと待って、怖い怖い、カメツやってるマジで、やめとけ。クソゲーだよこれマジで、クソゲーだろマジで、壁とやってろよ。やっぱこのムーブが許されるんだもんな、現代遊戯王。やっぱ遊戯王って神ゲーだわ